はい、どうも皆さん、トライアングルです。なんかちょっとゲージがうるさいな。ゲージがうるさいって言い方あれなんだけど、ちょっと一回ちょっとクリエイティブにさせていただいて、ちょっと実はね、ちょろっと、もう今、なんだろう、試しという形で、少しやってしまったんですけど、今ちょっともう見えてると思うんですけど、伏黒くんの、徳佐の影棒術が、追加されました。アップデートでありがとうございます。現在ちょっと先行で、いただいたんですけど、こちらですね。はい、徳佐の影棒術めっちゃかっこよくない？この絵の感じ、これあれだよね、指というか指の形だよね。はい、であとまあ黒の剣とかもまあある。あと体剣ですね。これ何の技だったっけ。これもね、マクさんみたいな感じで連続攻撃。あれ、これ伏黒お兄ちゃんだったっけ、誰だったっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど。で、今回メインはね、徳佐の影棒術なので、こちらをちょっと使っていくんですけど、こちら、まずちょっと出していきましょうか。はい、こちら、玉剣の白。はい。そして、玉剣の、黒ですね。はい、白と黒がいますと。まあ、これは基本ね、仲間なんですよ、最初。まあ、最初仲間って言った理由なんですけど、こちら、徳佐の影棒術、サバイバル要素がすごい多くて、かなり楽しい、感じになっております。この玉剣と白と黒は常に最初から仲間なんですよ。で、最初から仲間って言った理由は、ヌエ以降は、こちらですね。まず玉剣と。はい。玉剣が破壊されると、なんかこれ、白の玉剣が破壊されると、まあ、黒の、玉剣が使えるようになるんですけど、こっから、はい。まず、ちょっとこれ、達成させてしまったんですけど、ヌエですね。はい。ヌエを重複するということで、重複じゃないな。まずこちらヌエを、まあ、今ちょっともう手なずけちゃったんですけど、このヌエとサバイバルモードだと襲ってきます。このヌエがね。てか、見てこれ。すごくないデザイン。めっちゃそっくりなのよ。で、このヌエを出したら、自由に出せるんですよね、これ。サバイバルモードだろうが、このように、召喚することができるんですけど、ヌエを出したら、まずヌエと戦います。で、ヌエを倒せたら、まあ、後でちょっとやりますね。ヌエ以外も。はい、やるんですけど、ヌエを倒したら、ヌエが今後召喚したら一緒についてきてくれるという形です。今はこうやってもう、倒した後なので、まあ、こう下がったら一緒に戦ってくれると。で、このヌエの戦い方もちょっと後でお見せしますので、ちょっとぜひ見ていただけると嬉しいです。で、次が、まあ、こちらですね。オロチだよね。オロチ。こちらは、今まだ、仲間にしてないんですけど、まあ、クリエイティブモードなんでね、襲ってこないです。このオロチも倒せば、進捗が上がって仲間にすることができると。あー、これ戦ってるね。玉剣も仲間扱いだから、強いんだよ。オロチ強いから、オロチ強いから頑張って。はい、非常に強いです。これワンチャンヌエ戦ってくんない？あー、勝っちゃった。で、次が、こちら、ガマだよね。ガマ。まあ、ネタバレになるからあれだけど、このガマもね、活躍するシーンがあるんですよ。攻撃力が低いからこそ、活躍するシーンがありまして、まあ、ね、見てる方だったらわかると思うんですけど、このガマ、いきますよ。はい、こちらですね、ガマ。いや、そっくりなんだよね、これもガマも。あ、ヌエ戦ってくれるんじゃない？あ、戦った！そう、ヌエ、こちら。雷の出すんですよ、技を。かっこよくないですか？まあ、ガマもね、後でちょっと戦うので、まあ、後でしっかりお見せするっていう形です。はい。クリエイティブなんで、まだ進捗は解放されません。ちなみに。はい。で、この次、ダットですね。僕、結構このダットが一番好きかもしれない。伏黒くんの技の中で。もう、これは、一人一人は弱いんだけど、まあ、敵の動きを止めたりとか、まあ、目隠しみたいな感じで使うのかな。だから、このダットをバッて出したら、大丈夫って、なんかバグってない、バグってない、大丈夫か、びっくりした。ダットを出すと、多分敵がダットを攻撃してくれるんじゃないかな。で、その間に、まあ、僕が攻撃したりとかできる。だから消費時力100でダット出せるんだったら、すごい僕は結構これは使うんじゃないかと思っております。はい。まあ、ダットもこれ倒せば仲間になるのかな、全員倒さないといけない。まあ、でもダットは簡単そうだね。はい。で、次が、晩鐘だよね、確か。はい。晩鐘、この、オルカさん曰く、晩鐘とマコラが仲間にするのがガチで難しいですということなので、本当は今回ね、サバイバルで紹介したかったんですよ。鬼滅の刃と呪術廻戦のサバイバル。
こちらで紹介する予定だったんですけど、どうしてもね、その番章、番章と数えみたいな感じ、番章でいいのかな、番章なのかな、まあまあまあ、あの番章にさせていただきます。この番章とマコラがねサバイバルだと倒せないから、こちらクリエイティブモードでやらせていただいてますが、いきますよ。はい、番章これがマジで強いの。はい、体力240なんですけど、攻撃力もしっかり、うわ強え、体力以上にね強いんですよこれ。防御もこれ、ちなみに進捗、鬼滅の刃、呪術廻戦はまだあのそんなになんですけど、鬼滅の刃すべてマックスの状態だけど、叩いてもほらこのように防御力硬いんですよ。まあでもそんなにね、そのなんか遠距離攻撃してくるわけじゃないから、離れてまあそのなんだろう、遠距離攻撃をすればまあ勝てるんじゃないのかなとは思ってるんですけどね。はい、そして次です、こちらマコラでございます。これが、消費呪力700ということで、おそらく領域展開より高いですね。まあマコラは言わずもがなあのマクラなんですけど、この登場の仕方がかっこいいのよ。ちょっと見ててください、いきます。はい、やばくない？そうすると後ろにマコラが出てきます。でもマコラは言わずもがなも超最強キャラです。はい、あの移動速度、攻撃力もおそらくすごい強いです。はい、なんですけど、このマコラと番章に関しては、ちょっとオルカさんなんて言ってたんだっけ、ちょっと待ってくださいね。あ、まあ番章やマコラはとてつもなく強くなかなか仲間にできませんが、原作の伏黒くんのように道連れで使うこともできますと、はい、いうことなので、要はそのまあ仲間にできてない状態で、例えば敵が来ましてやばいってなった時、あこれやられるってなった時にマコラを召喚して、僕はやられますよ、マコラにも、もちろんマコラにもやられるけど、その敵も倒してくれるっていう。はい、まあだからまあどちらにしてもやっぱり仲間にしたいんだったら倒せだけど、そのまだ倒す能力がなかったとしても、近くにベッドを置いてマコラを召喚して、倒してもらうという、ことができる、はい、という選択肢もあるっていう感じですね。まあまだね、消費呪力700だから、その700ぐらいになった時にはまあマコラと戦えるようになってんじゃないかな、呪力的には。はい、まあちなみにまだこれ、領域展開はまだでございます。なのでまあちょっと説明を省かせていただきますということで、ちょっと長くなってしまいましたが、あえて呪術廻戦、の進捗はまだ上げておりません。スクナの指も飲んでない状態、鬼滅の刃の進捗を上げた状態のみで、まずちょっと進捗を上げていこうかなと。はい、伏黒くんのね、で全員ちょっと実際戦ってみようかなと思いますので、ちょっとヌエはね仲間にしてしまったので、まあヌエはちょろっと見たと思うんですけど、空から攻撃してきて戦うっていう感じですね。まあ最後にちょっとヌエだけ後で、まあもしあれだったら戦ってみようかね。じゃあ技なんですけど、まあ体験使って、黒の剣使って、まああとせっかくね鬼滅の刃なので、まあ日輪刀も使ってっていう形でいきましょうか。日輪刀何がいいかな、炭治郎の刀はさちょっと面白みがあれだから、宇髄さん行こう。はい、宇髄さんの刀でちょっとやってみたいと思います。じゃあ行きますか。サバイバル、これでまずオロチ出します。どんな攻撃してくるかわかんない、ヌエ以降やってないので、行きます。オロチ、さあ勝負だ、どんな技来る？じゃ、普通に来るか。普通に来るね。あ、連続攻撃。あ、これやばい。倒せ。よし、体験で。これ強いね。これ強いね。これ強い。何度も言わせて。これ強いのよ。よし、これで、オロチが仲間になりましたと。はい。これでオロチを出したとしても、もう襲ってこず仲間になってくれるっていう形ですね。はい。で、次、ガマ。まあ、ガマは多分勝てると思うんだけどね。黒の剣でやってみようか。ガマの攻撃は？あ、ガマは特に、そんな遠距離攻撃してくるわけでもないか。なんか能力つくのかな、仲間にしたら。どうなんだろうね。よし、じゃあ次。次が、ダット。ダットはもう、ダットは襲ってくる？襲ってこない？もう倒しちゃおう。これで、あ、当たんない。当たんないか。ダットはこれでいい。これでちょっと全員倒したら仲間になる。これで、なんか当たんなくて、あ、当たりづらい。結構やか、オッケー、ダットー、ありがとうございます。じゃあこれでダットが仲間になりましたと。で次、はい、これですね、番章、こっからですよ。番章なので、こっからちょっと呪力を一回、これでまず番章出す。でこの状況でサバイバルモードにしたらおそらくいけるよね。勝負、番章、待て、やばい、待って待って待って、食べてる、あ
いた、え、よ、あ、やばい、攻撃してくるじゃん。思いっきり水の攻撃してくる。やばい。なるほど、水をぶっかけてくるってことか。このダンボー、待て、あ、ダンボー、おら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 、やばい、くそ、まずい、やばい、水飛んでくるの、水鉄砲じゃん。水鉄砲、水鉄砲、ハイドロポンプか、むしろハイドロポンプまであると。よし、でもいける、こぎて、よーし、いや強いわ、強いわ、やばい、これ番長。でも仲間にできたらかなり、あれだね、戦力だね。じゃあ次は行きましょう、マコラ行きましょうか。いや怖いな、マコラ。ではクリエイティブモードでまずマコラを召喚します。どうもマコラくん、私だ、俺だ。いや勝っても負けても恨みっこなしだぜ。行くぞ、何で行く、まず体験でいくか。行くぞ、勝負だ。ほら、よしよしよし、いや、回り込み、回り込み、回り込みすごい、回り込みすごい、越前くん、越前くん回り込みすごいね。待て待て、オッケーオッケー、やばい、ちょ待て、近寄らせるな、危ない、ちょ待て、近寄らせずに、やばい、これ食べ、ご飯食べてる暇がありません。あ、こういう時は、こういう時こそ、待て、こういう時こそ玉剣。あ、はい、ということで、今回はですね伏黒くんの術式になるのか、術式だよね、一応術式かが、まあ徳さんの影棒術が、まあ、追加されたということで、今回使ってみました。あと言い忘れたんですけど、これサバイバルモードで、今後伏黒くんがまあ始めるときに、こちらを開くと、はい、徳さんの影棒術ということで、まず玉剣からですね。まあ玉剣は仲間なんで、でこの玉剣を、まあ申し訳ないんですけど、倒すことによって、まあちょっと今もう進捗解放されちゃってるんであれなんですけど、まあ黒い玉剣も出すことができると。こっちの方がちょっと強い感じですね。はい。で、こっから、ヌエを出して、ヌエを倒したらっていう形で。じゃあちょっと最後にちょっとヌエと戦ってみる？じゃあちょっと別のワールド行って、ちょっとヌエと戦ってみたいと思います。よし、それではこのワールドで、伏黒くんになりまして、はい。行きましょう。じゃあ、ヌエ。ヌエ、おいで。さあ勝負だ。これですね。これがヌエです。で、うわー、痛い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 、そう、このように、ほら、よし、これ上り炎帝がかなり上から降ってくるの、こういう感じの、技ですね。まあまあこの今進捗もマックスなので、はい、負けることはないと思うんですけど、こっちもマックスなんでね、まあ、負けることはなかったと思うんですけど、まあこのようにしてヌエを仲間にしますと。まあ今これ上り炎帝あったからいいけど、結構ね意外とこの普通に攻撃、何君誰、え、変態さん、待って、やばいいる、やばいのいる、やばいのいる、ちょっと待って待って待って、これネタバレネタバレネタバレ、変態さんとか言ってごめんね、正直最後感動したよ、うん。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。次回というかね、明日かな、伏黒くんとちょっといろんなキャラクター戦わせてみたいと思いますので、よければ見てくださると嬉しいです。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。多分スクナと戦わしたいな、正直言うとね。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。